こんにちは。大変な方からメッセージが来てしまいました。毛沢東さんですね。コメントありがとうございます。このように書かれています。私はですね、中国共産党の、国家侵略、ね、他国侵略と人権弾圧についての動画に対してですね、このように書かれております。アグネス・チョーさんが中共に拘束されたのは非常に遺憾です。チベットやウイグルでは中共の関係により集団レイプされるなどの事件が多発したようですが、本当に心配です。そうですね、アグネス・チョーさんも美しい女性ですからね。けしからんですね。トランプ大統領や安倍首相には頑張ってもらわないと、はい、この面では本当に頼りになる2人だと思います。ぜひね、日米のこの世界最強の同盟がこういった国際社会を不安に陥れる、ね、無法に立ち向かっていただくことを切に願っております。で、中共にとって邪魔なのはトランプであり安倍首相なのですと書いてますね。ほうほう、ありがとうございます。そしてもう一つ、ウイグル人のイケメンモデルさんも中共に拘束されている、悲痛なメッセージご覧くださいということで、私これもね、拝見したんですよ。いや、本当にこういう風なね、今日もそうですけども、有名人著名人が次々と逮捕されていって人権をね、蹂躙されていくと、本当に時代錯誤も甚だしいというかね、こんな国が未だにあったのかと。そしてこの国から世界に研修とかね、企業の、誘致とかっていう名目で世界中に散らばっている中国国民の皆さんがいらっしゃると。多分中国共産党と中国国民っていうのは別々なんでしょうけども、ここがね、なんか民族の対立を生まなければいいなと思うばかりでございます。中国共産党といいますか、何といいますかね、この侵略甚だしいと言わざるを得ないと思いますね。で、今尖閣諸島も緊張が高まっているところで、アメリカがね、台湾とアメリカってここが断交していたと思うんですけども、ここに来て急速にですね、台湾を本当に同盟国並みの待遇で、今迎えていると。アメリカと台湾がタッグを組んでね、プラスここに日本も参加して、あそこ一帯一路構想の何て言いましたっけね、境界線ですよ。尖閣諸島、沖縄、台湾を結ぶあの海域を死守してもらいたいものです。本当にね、ひどいというか、ウイグル人とかチベット、モンゴル人、なんか隣接する14の国で中国っていうのは本当にね、驚異的な戦略を出してきているということで、インドとも、なんかインドの方でも死者がかなり出て、対中国路線にインドも完全に移行したということを聞いてますけども、これどうなっちゃうんですかね。こんなね、暴力国家があるっていうのがね、信じられないですよね。私が幼い頃、中学生、そうですね、小学生の頃っていうのは、中国っていうのはそれほど意識する国ではなかったんですけども、こんなにね、ひどい国になってるとは思いませんでした。で、香港も憧れの都市だったんですけどもね、ジャッキーチェーンはじめ、香港ってのは夢の都市だったと思いますけども、今はもう見る影もないと言いますかね、香港はもう世界の地図から消えてしまったんではないかなと思うぐらい、どうなってしまうんでしょうか。そして我が国日本はどうするべきなんでしょうか。皆さんのコメントもまたお待ちしております。毛沢東さん、ありがとうございました。私もちょっと言葉にならないと言いますかね、コメント返しが十分、的確なものになってないと思いますけども、絶句するばかりでございます。それでは失礼します。